今からシングルス竹本義信ですね。VS 誰？竹本義信、あれ？竹本義信 VS どなたですか？注ぎくん？あ、違う。注ぎくんですか？真央ちゃん。はい。早く札幌来てくれないかな。お疲れ様です。お疲れ様です。真央ちゃん髪結んで、前髪の話ですかね。でこんな髪してなかった？ないですか？あ、そうそうそう、こんな髪してます。なんでして？なんでして？なんでせんと？パーフェクトの時だけなんです。なんで？前髪。願掛けです、願掛け。ああ。してして。今？うん、こうやって。ああ、そうね。ほら、島村ですね。島村。いやもう前髪結ぶと顔が大きく見えるんですよね。最近太。今人生で最大なんですよ、体重が。何キロ？体重何キロ？しれっとマイク抜けない。ちょっとどうしようかな。何キロ？50キロ台に乗りました。今から、真央ちゃんの彼氏がじゃあやめて、炎上する。じゃあ本当に彼氏じゃないんですよ。よく言われるんですけど、付き合ってんのって。彼氏じゃないです。だいたいあれですよ、だいたいさ、竹本は、はい、あの女と同化するタイプよね。え、女と同化するタイプ。どっちかって言ったら女でしょ、あの性格的に。あ、でもなんかすごいなと思うのは、うん、女性だったら誰にでも優しいんですよね、錯覚しますよ本当に。男の人ってみんなこんな優しいのかなって錯覚を起こすぐらい。普段も優しい。すごい優しいですね。で、何、下心がある優しさ、ない優しさ。なくても優しさがすごいです。わかるわかる。なんかいつもさ、うん、女の中におるもんね。あ、そうですね、うん。好きなんでしょうね。好きなのかなんか知らんけど、多分女だと思うよ。意外と。佐竹みたいな。ね、佐竹。わかんないです。腰はなんとか持ってます。腰が痛い。そう昨日から、昨日、一昨日ぐらいからずっと痛くて。マッサージの子が炎上するよ、炎上するよ。今の炎上しますよ。大丈夫だ。あ、ちょっと真面目な顔してますね。大体ね、はい、3回、まばたき3回竹本。なるほど。構えて123。123。ああ、本当だ本当だ。123。あ、本当だ本当だ本当だ。すごい。123。123。ほら。本当だ。すごい。まばたき3回。初めて知った。まばたき3回してる。すごい。よう見てますね。まばたきさんが123123でまばたき2回して投げる。すごい。よく見てる。そしてデミズは3回振って投げる。123。ああ、本当だ、すごい。3回対決。すごいすごい見てる。まばたき3回対ユーミング3回対決。はい、いくよ。123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 
これね、多分ね、まばたき3回がルーティーンだね。あ、パチパチパチってやって投げる。1、2、3、1、2、あ、これ合わんかったね。1、2、3、すごい、パーフェクトまた出そう。3、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 3
123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 
まばたき多いと入らないっすかね。
笑ってる。じゃあ1、瞬きのリズムが壊れてきたってことはもう、ああ、わあ、入んない兆し。すごっ。デミズも、うん、1、2、3、4、ほら、もう全然バーガーな。本当だ。ちょっとまあでも上がり目近づくと緊張しますよね、うん、ワンちゃんかな。1、2、3、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 1
釣られて瞬きしてしまう。藤井さん1,2,3,4,5,6 あもうこれでもう入らんこれ次。石井さんもうバラバラ もう竹本が負けるパターン、ワンチャンですね、お互いワンチャンでしたね。もう見て竹本さんの孫たちにしか目がいかないですね。あー取られましたね、うん、負けるよ。今グータッチした。1,2,3,1,2,3,1,2,3,3,1,3,3,1 あ、入りました、3,3,1 1,2,3,1,2,3,1,2,3 3拍子が一番いいんですね。1,2,3,1,2,3,3,1 入った。3,3,1 の時は入る。3,3,1 の時は入る。さあ竹本行くよ今度。さあ行くよ、はい。1,2,3,1,2,3,1,2,3,1 来た。入った。おお。すごい。1,2,3,1,2,3 来た。ほら入った。1,2,3,1,2,3,1,2,3,4,1 あこれ入った。これ入りますね。はい、ほら入った。おお。すごい。すごい。いやーこれちょっと撮ってほしいな。真央ちゃん札幌来た時美味しいラーメン食べる。あ、食べたいですね。ラーメン好きです。で誰か知ってんのこの人？わからないっす。あなただけで、あなた誰か知らないのに行けるわけないでしょ。誰だろう。札幌っつったらなんか知り合い洋さん。1231231231 あ、来た。1,2,3,1,2,3,1 あ、来た。1,2,3,1,2,3,1 おー来ましたね、来ましたね。今日あとの残ってるしや。ダブルス決勝と女子がベスト8で決まってます。次だね。誰ですか？誰と対戦？決勝。いや誰と対戦？女子ですか？あ、わかんないです。まだわからないんですけど、ベスト8で朝で止まりました。1,2,3,1,2,3,1,2,3 これ決めたら今日2回目じゃないですか？これ決まらん、もうバラバラになってきた。バラバラ。本当だ。もう絶対入らない。もうバラバラや。はい、お疲れ。ああ、本当だ。もう入らん。いや、惜しいや。これも入らん。もうバラバラや。じいさん。これ入った。いやー、なんか
あ、でもね、相手217ありますから、これ取りたいですね。手首くねくねデミス。あだ名がなんか。いくよー。123123、これ入った、決めそう、これ入った、次入った、あ、惜しい、あれ123入らん、123456111、あー、これどっかな、これ入らん、あー、止まらくる負けたね、デミス勝った98か、ちょっとあれだな、今度会ったら札幌の真央ちゃん推しですって話、あー、もうぜひよろしくお願いします、そんなこと言っていいと石信負けましたね、石信負けました、この真央ちゃん推しいいと、そんなんであっていいんですか、私で、私でいいんですかって、もうもっといるでしょう、いや多分ね、この人も多分ね、今度会ったら札幌の真央ちゃん推しです話しますって多分ね声かけきらんと思う、そうそういうもんすかね、よくわかる、そういうもんすかね、本気で大好きですって、もうすごい、もうこれ愛の告白やんありがとうございます、もありがとうございます、ちょっともうなんか嫌な顔したね今、いやしてない、あ、ちょっとやめてくださいよちょ、やめてくださいよ、竹本全裸の刑みたいな、こいこいこい、竹本くん、はい、おいで、え、おー、吉野さん、あれ、大穂いた、大穂さん行ったよ、はい、あ、そう、はい、はい、たった今放送で負けました吉野部プロでーす、え、俺が投げてる時阿部ちゃんもいた、誰もいなかった、うん、真央と TV さんだけだった、社長だけでした、なんかここいて直前で行ったやん、うん、なんかここでいじられてるのがなんか聞こえるんよ投げてる時うわ絶対言わずみたいな、まばたき3回して3回して1回の時絶対入ってたの、そう、うん、社長がずっと、うん、あ、今入るから今入るからみたいなのをずっとやってたんだけど331の時絶対入ってた、そっか、そう、ちょっと自分の研究しよう、次やってもらっていい、いやいやいや無意識だから無意識だし、あ、でも上がり目になった時にまばたきの回数が増えて入らなくなるわけ、いやーやばいなー、いや集中力がないやん今、いや違う、集中力ないっていうか、うん、ダブルスに集中しようかと思って、よろしくお願いします、はい、次決勝なんでね、はい、はい、いきます、ちょっと、はい、せっかくここまで来たので、うん、優勝したいですね、ちょっと他力本願ですけど、まあ、5年前約束したやん、あ、そうそう、5年前言うたら5年前決勝まで行って負けたので優勝しようと約束して5年が経ちましたダブルスね、ダブルス、うん、そう5年が経って最近の結果は3位対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 やっととりあえず1個上がったね、1個上がったね、今日次決勝ですね、え、こんな放送席自由でいいんですか？あ、いいんですね。あの、メインがいない、社長がいないんですよ。社長サボりやん。あ、もう、竹本全然やでって。いや、俺の微妙よ。いや、もう脱がないですよ、自分はもう、うん。負けたら全然やなって、ほら。うん、自分のホームショップでお店に呼ぼうって、まおちゃん募金やってますって、あ、すごい、嬉しい、俺も100円ぐらいだったら寄付してやる100円1000円1000円全部1個増えたいや、もう脱がない、脱がないよ、脱がない、すごい、こんなコメント来るんですね、うん、結構みんな見てるんだな、すごいな、
人気。いやもう疲れたもので、お疲れ様でした。うん、お疲れ様でした。ブルーパー層で負けたってことよね今。あ、そう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 、それも先行よね。ブレイクされましたね。今日ブルーパーやったんよ一応。あ、それ聞いたよ、聞いたよ。そう、そうね、頑張ってくださいっつって、頑張ります。真央ちゃん愛してる、ありがとう。うん、すごい、なんかさっきから愛の告白が、うん、ありがとうございます。真央ちゃんはシングルまだ、そう、うん、シングル8で止まってるけど入るかな、そろそろ。いや、まだ入んない。いや、わかんないけど。何のさじ加減だよ。何のさじ加減でまだ入らないって言ったんだよ。次誰とかわかる？わかんない。いやでも8ぐらいまで来たらもう強いでしょ。まあ、もうそれなりの覚悟をするよ。いやだってさっき、うん、言うたらもう2回戦、シングル2回戦小川結衣ちゃんだったからね。あ、次もそんな感じ。いや、もうパーフェクトやと思って。次の子もそんな感じ。あ、そんな感じ。あ、うん、まあ、なんとなく誰だか分かった気がする。、はい、あ、もう真央ちゃん愛してる、俺愛してる、誰やねん。真央ちゃん基本どこにいるの。いや、沖縄ですよ、ね、沖縄のどこだっけ。おうおう、ピンクエレファント。今日2回目やん。ピンクエレファント、いけてます。はいはいはい、はい、あれ、どこどこ。どこどこ。あ、ここここピンクエレファントにいます。ピンクエレファント、ピンクの像や。そう、ピンクの像さんの、はい、店長してます。全然いないんですけど、お店に。そう、11月全然いないんですけど、まおちゃん結婚しないの、相手がいません。うん、うん、那覇ピンクの像だと思います。茶炭町です。茶炭町ってとこ。まおちゃん結婚しないの。相手がいません、うん、もうちょっとダーツと向き合おうかなと思ってます、うん、札幌から沖縄行くって。その2人でやってるの。りょうた、じゃあ石綿おいで。負けたわ、15シングル外して。はい、石綿りょうたプロです。どうもどうも。15シングルトリプル打ってバーストしました。負けました。やるやん。いや、俺と一緒やん。パーフェクトトライして負けたから、ね、嘘でしょ。本当に。それも先行。あら、どんまい。ありますよね、そういうことよく。いやいや、もうこのカメラを意識しなかった。タローズの人だってもう何回目や。もうタローズの人です。もう2年前の話です。いやもうさ、デブ。いや、お前も変わらんよ。は、誰に向かって。お前も変わらんよ。じゃあ全国の皆さん聞きました、今。島村麻央もデブです、はい。あ、ちょっと寄せたからね。ちょっと悪意がある、このカメラ。ほら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 、悪意がある。もう変わらんね。ちょ、真央ちゃんアップで引いてもらって、あ、撮ってもらっていいですか。真央ちゃんアップで、はい、真央ちゃんしっかり、真央ちゃんアップでお願いします。いや、恥ずかしい。恥ずかしい、やめよう、やめよう、やめよう。太郎さん今どこで投げて、太郎さん多分家で投げてますね。可愛いって、ありがとうございます。すごいすごいすごい、ありがとうございます。何歳、奈緒さん、誰が何歳なのかな。何歳って言うね。何歳、あ、いくつ。いや、俺は25っすね。え、そんな若いの。そう、俺25。すいません、俺とあんま変わらんねや。いやいやいや、45やろ。オーバー。いや、そこは20個違いね。オーバー45。いつも32ぐらいから始まるんだけど、俺。ほら、もう放送で言ってもらってるから。ねえ、来てきて、ほら、もう真央ちゃんすごいよ。真央ちゃん可愛いからいい。だって竹本は15トリプル。よくわかるやん。島村14ダブル。ああ、28歳ね。そうそうそう、はいはい、14トリプルっていうことだ。アウターブル、アウターブルや。あ、俺アウターブル。アウターブル。でも上がれませんみたいなね。勝負は残忍からって。あ、勝負残、あ、もう残忍すぎちゃったよ。いや、ま、ずっと勝負しっぱなしや。
受けるあー受ける真央ちゃん可愛いってすごいね。ありがとうございます。まあ確かに可愛いとは思うんですけど、はい何よ真央ちゃん可愛いっすよね、はい、うん、いやもう棒読みやな。いやすごい可愛いです、はい。まおちゃんちょっとアップル抜いてもらっていいですか。いやいや本当やめて本当やめて、ね、あーうえーい。もう見せれる顔、かわいい、見せれる顔じゃないんでやめてください。みんなダーツ歴どんぐらい。あ、じゃあ竹本さんダーツ歴どんぐらいですか。いや俺長いやん、15年。おーまおちゃん、おまあだから勝負の年の32歳から始めた。あーなるほどね、勝負は残忍からの、うん、はい、そう、かわいいぽっちゃりはまあかわいくない、ありがとうございますはい、何年。9年目に突入しました。9年目、ね、なかなか長い。僕もな、まあ、6年半から7年ぐらいかな。レンズ入ってますか。入ってません、入ってない、入ってない、入ってない見て、ほら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 、レンズ入ってないです、ほらほらレンズ入ってないです、レンズ入ってないです。ああ、おーイケメン、もうイケメン。いやイケメンじゃないやこれ。かっこいいよ竹本まあ言わなくても知ってるから来ました皆さん、もうさすがですね、うん、竹本、ほら似合うなって。エロ元、エロ元伊達よりひどいって。伊達よりどういうことあ、レンズが入ってないから伊達よりひどいってこと、うん、いやいいじゃんレンズが入ってなくて。ほら似合うって似合うってよかったね。竹本さんブルズアイ来ることありますか。ブルズアイってどこですか。千葉のブルズアイ。いやブルズアイ多分世の中いっぱいありそうですけどね。いや、うん、あ、夜の戦士皆さんはなぜプロに、はい、なぜプロに、なぜプロに。いやまあ俺はもうプロ一期生やん。ああそうですね、プロ化になりますよみたいな。ああってディーラーさんからなんか試験があるから受けてみないみたいな。あ、じゃあもう完全な一期生だ、うん、完全な一期生。で真央ちゃんは、うん、秋夫さんが受けるっつったから、じゃあ私もっつって追いかけるように。真央ちゃん伊達飯だって。いやこれ似合わない、いつも伊達目やんあ、そう、あの移動の日はね絶対伊達目がね、うん、ねめっちゃ抜かれてる。はい、真央ちゃん抜きましたねめっちゃ抜かれてるそうなんですね、うん、なんか話題振ってください。真央ちゃんは芸能人になる。あ、そうなの。いや全然全然女教師。あ、そう、塾の先生だったからね。あ、まあ、そうなんだ。そうそうそう、うん、誰かに教えられるの思うやろう、うん、まあまあちゃんと先生してたよ、まあまあ、そうなんだやべえマジで可愛いだって。ありがとうございます。これもらっていい。いやまあうんいいけど、うん、まあ安いんでね。そうね、いやエロ家庭教師、まあ間違いないです。全然ねエロさは出ないんだよね。エロさ、いやこれをねもうちょいこうしたらエロくなるよ。もう桃屋やん桃屋あの桃屋の人みたいなのね。え、こ、おばあちゃん、あげようってきちゃった。まあまあまああげてもいいんですけど、うん、でまおちゃんほらお金持ってっから自分で買いますよね。あのさ、やわ、メンマ柔らぎてきてる。桃屋の商品やないか。あげようって書いてあるやん。あげようって。いやもうあげるあげる。ありがとう。どうす。どうす。どうす。りょうたくん、こんばんは。もうこんばんはなん。もうこんばんは。俺け、まあ、うん、消しねえわ。もうこんばんは。あ、5時半です。5時半。もう良いから寝る時間ですね。いや、なんでそんな汗かいてるの。いや、もう15トリプルに入れて負けたから、もうおかしくなってんの、今、体が。あの、冷や汗、冷や汗って。もう、あふら汗が止まらねえんだよ。マジで、ショックすぎて、あふら汗が止まんねえんだよ。超ウケる。おやすみなさい。仕事あるかなって。りょうた、あれや、安藤陽太や。陽太くん知ってる。ああ、陽太くんね、わかりますよ。へえ。ああ、呼ばれた。ああ、シングルス行ってきます。豚骨スープって。はい、あげる。ありがとう。シングルス行ってきます。はい、行ってらっしゃい。3番台かな。まーちゃん3番台かな。やだやだ。3番台だったらもう散々行ってあります本当に。あ、俺こっち、うん、ちょ、なんか男2人でむさ苦しいっすね。一人よりはいいや。あら、これ3番台臭いですね真央ちゃん真央ちゃん3番入りました。あ、見て、真央ちゃんいなかったら花がなくなった。知ってるわ。あ、ちょっと誰か呼ぼうかな。
パーマーかけてます僕、はい、1分だけ1分だけ、はい、ちょ1分つなぎますね、本当に。じゃあ本当に1人無理だからね、早くしてね。もうね、好きな女性のって男いらそりゃそうでしょうね。いや俺1人無理なんで、ちょっとどうにかしてください皆さん、マジで。島村がこれから投げますね。竹本さん早く帰ってきて、1人無理だよマジで。お、島村投げます。この投げる前のこれがいいですね、これが、これモノマネやって。お、リョータデブっておかしいじゃないですか、本当に。もう2回来てるわ、リョータデブって。あ、九州の立山さんかな。あ、オリエさん、オリエさん来ましたよ。いやいや、もうオリエさん真ん中お願いします、本当に。真ん中、いやもう言われる、もう花がないって大変なんだから。